欧州理事会議長。欧州理事会議長は、欧州連合の政治的指針を示す機関である、欧州理事会の議長を務め、またその機能を推し進める役職。正確ではないが、その立場から、欧州連合、EU 大統領と表現されることもある。国際的な場において、欧州連合を代表する、第一人者である。欧州連合条約第15条では、欧州理事会は、 任期2年半で一度に限り再任することができる議長を任命することが謳われている。欧州理事会議長の任命には条件を満たした多数の賛成を要する。1975年から2009年まで欧州理事会議長は、その時々の欧州連合理事会議長国の国家元首、または政府の長が半年で交代する臨番制をとっており、 また法的な根拠を持つ役職ではなかった。2009年12月1日、ヘルマン・ファンロンパイが初代欧州理事会常任議長に就任した。ファンロンパイは2009年11月19日に初代議長に選出されており、リスボン条約の発行に伴って就任した。ファンロンパイは1期目の人気満了の3ヶ月前に行われた欧州理事会にて再選され、 2014年11月末まで議長を務めた。2014年12月1日、ポーランド元首相のドナルド・トゥスクが2代目となる欧州理事会常任議長に就任した。欧州理事会は1961年に非公式首脳会合として初めて開かれ、1974年に定例化された。この時、欧州理事会議長は欧州連合、 1993年11月1日、以前は欧州諸共同体理事会の議長国の制度に習うととなった。欧州理事会は加盟国の首脳で構成されていることから欧州理事会の議長は議長国の首脳が務めることとなった。この輪番制の議長職は半年ごとに交代する制度をとった。欧州憲法条約では従来の輪番制に変わり、 常任の欧州理事会議長の概要を示していた。欧州憲法条約は、批准手続きにおいて、フランスとオランダの国民投票で否決された。しかしながら、欧州理事会と議長職についての変更点は、リスボン条約でも残され、そのリスボン条約は2009年12月1日に発行した。常任議長が、どのような性質を持つ役職であるかということが、 具体的にされていなかったため、初代常任議長は将来における常任議長職の輪郭を描くものとされている。常任議長は基本条約で示されているような単に欧州理事会の会合における議長を務め、会合と政策の円滑な進行を確保する程度の象徴的な役職に過ぎないという考え方がある。常任議長がこのような役職であれば、 正界引退が近いような指導者にとってみれば、自らの経歴に花を添えるものと考えるような、最高の役職となり、常任議長となった人物は、欧州連合の機関に対し権力を行使するよりも、事務的な作業に力を注ぐことになりかねない。これに対して、別の考え方では、常任議長について、連合内部で、より積極的な活動ができるようになり、 また対外的に発信する役職となるとみている。このような考え方での常任議長は事実上のヨーロッパの大統領と位置づけられ、世界に対して欧州連合を代表する役職となる。そのような役職につく人物には強いリーダーシップが求められることになる。 リスボン条約では欧州理事会議長の選任手続きが定められておらず、公の場での発言や憶測などが飛び交う中で様々な人物が候補に上がった。2007年11月19日にフランスの大統領ニコラサルコジは常任議長の候補としてトニー・ブレア、フェリペ・ゴンサレス、ジャンクロード・ユンケルの名を主権として挙げ、特にブレアについては 長らく最有力候補と目されてきた。ところがブレアに対しては、イラク戦争を改戦したことや、出身国イギリスが、ユーロ圏やシェンゲン圏に入っていないということもあって、常任議長には、ふさわしくないとする強い反発が起こった。2009年11月19日、当時ベルギーの首相を務めていた、ヘルマン・ファンロンパイが、初代欧州理事会常任議長に選出された。 正式な任命は2009年12月1日のリスボン条約発行を受けてなされた。イギリスの首相ゴードン・ブラウンはこの日の晩にブルッセルで開かれた首脳会合で27人の加盟国首脳は満場一致でファンロンパイを選出したと述べている。ブラウンはファンロンパイについてベルギーを数ヶ月に及ぶ不確実な情勢から抜け出させ、 安定をもたらすような合意を形成することができる人物と評した。会合後の記者会見で、ファン論派は加盟国の個性を強調しつつ、次のように述べている。2014年8月30日に開かれた欧州首脳の非公式会合において、ポーランドのドナルド・トゥスク現首相が、第2代常任議長に内定し、同年12月1日、就任した。 2017年3月9日の議長選挙で再選。2009年以前は欧州連合理事会議長国の首脳が輪番制で任期6ヶ月の欧州理事会の議長を務めた。議長は会議における議題を設定することになっていたが、この権限が各国の国益を図るために乱用されたこともあった。また議長国は会議において、 本来の出席者とは別の競技参加者を加えることができた。また、この臨番聖議長は出席する加盟国首脳の中の筆頭に過ぎなかった。臨番聖議長はもっぱら欧州理事会の会合の準備と議事進行を務めるものであり、何らかの執行権を持つものではなかった。しかしながら議長は欧州理事会を対外的に代表し、また欧州理事会の会議の後や、 就任と退任の際には、欧州議会に対して、報告を行う。常任議長の役割は外して管理的なものとなり、欧州理事会の活動の調整、会議の開催と、議事進行、会議後の欧州議会に対する報告といったものが、挙げられる。また欧州連合条約第15条では、欧州理事会議長について、その地位と能力において、欧州連合外務、 安全保障政策上級代表の権限を害さない限りで共通外交、安全保障政策に関する諸問題について合わせの対外的な代表を受けようとしている。しかしながら欧州委員会委員長や外部、安全保障政策上級代表などの役割が重複する部分でどれだけ欧州理事会議長が影響力を持つのかという点は明確されていない。また、 欧州理事会議長がその役職を全うするのに十分な人材や資源を持つことができるのか、あるいは特定の部署組織を持たない中で、欧州理事会議長が加盟国士の裏の遊び玉取るのではないかといったことも考えられている。2008年4月に翌年度の予算案の策定にあたって、欧州理事会議長の報酬や待遇についての公式協議が開始された。当初は、 欧州委員会委員長と同じ待遇とする案が出され、報給は27万ユーロとすることが挙げられたが、最終的には35万ユーロに定められた。欧州理事会議長には、運転手付きの自動車とおよそ20人の職員が与えられる。また、象徴的すぎると考えられた工程は、用意されていないものの、住居手当が支払われている。また象徴的すぎるということと、 欧州委員会委員長との均衡を図るために専用航空機を用意することも見送られた。欧州理事会議長を欧州委員会委員長よりも厚遇することによって2009年度予算案が欧州議会で否決されるという恐れがあった。欧州議会は高額の補給などを欧州理事会議長が権限を強めるものと受け止めていた。また欧州連合理事会では 欧州理事会議場に付ける職員を60人にしようとする案が出されていたが欧州議会の委員会では欧州議会と欧州連合理事会が相互の予算に干渉しないとする新市協定を撤回することもほのめかした欧州議会議員や各国議会の議員に対する説明責任が規定されていないことが主要な議題については各国の首脳らが 欧州理事会議長を隠れみのにするのではないかという疑念につながっている。輪番制での欧州理事会議長はその人物の出身国の付託を受けていただけであったが、常任議長は出身国以外の加盟国からも選出されるということになる。ドイツの内省、財務省を歴任するボルフガング・ショイブレなど一部からは欧州理事会議長に 民主的な負託を与えるために直接選挙を実施することが求められた。直接選挙が実施されれば議長は欧州理事会においてより強力な指導力を発揮できるほか欧州連合における民主的正当性に対する疑念に対応することができる。一方で直接選挙を実施すれば欧州議会の民主的負託や欧州委員会の潜在的な負託と対立を起こしかねない。また、 欧州理事会議長に負託を与えることになると欧州連合の運営が議会重視ではなく大統領制の性格が強まることになる。欧州理事会議長は加盟国の首相など国内での役職を持つことが禁じられているがヨーロッパ規模での役職との兼務についてはこのような制限が存在しない。例えば欧州理事会議長は欧州議会議員や欧州委員会委員長などと 検職することができる。つまり、欧州理事会は、同一人物を欧州理事会議長と欧州委員会委員長に任命することができ、欧州連合全体における大統領的な役職を創設することになるのである。二つの役職が検職されていない場合は、両党体制となり、コアビタシオンが発生したり、両者の間での内部構想が起こる、可能性がある。大統領、 欧州理事会議長と首相欧州委員会委員長がいるフランスの反大統領制と比べると欧州理事会議長は欧州委員会委員長を直接的に任命したり欧州議会を解散したりするような法的権限を有していない。つまり欧州理事会議長には権威はあるが権限がなく他方で欧州委員会委員長には権限はあるが 欧州理事会議長のような権威はないのある。直接選挙が行われるなどして、欧州理事会議長の民主的負託が強化されれば、このような欧州委員会委員長との関係についての問題が大きくなりかねない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。